一番最初に私が香港に行った時に、おかゆ、美味しいおかゆが食べれるお店に連れてっていただいたんですけど、そこで食べたピータンがゆが本当に美味しくて、なのでそれはいつも毎朝、はい、頑張って起きてピータンがゆを食べに行くんですけれどもこれはですね、ラマ島っていう船で、どれぐらいかな、30分くらいですかね、かけて行く島なんですけど、この魚介がとっても美味しくて、そうですね、はい、毎回時間があれば本当に必ず行きたいなと思ってる場所ですね。食が結構1週間くらい占めてると思うんですけど